こんにちは、かのです、今日もですね、オリジナルのタオルを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、マフラータオルをですね、デザインものオリジナルで作りたいんですけども、ロゴだけは決まってるんですけども、どのように作って考えてデザインなんかやったことないんで、どうしたらいいんでしょうね。言われることがあります。それについてのお話なんですけども、私が思うに一番簡単な方法なんですけどもね、これはね、ロゴ、例えば、なんかクラブのこのマークを入れたいと、このマークだけは入れたいんですよっていうことがあったとするじゃないですか。だからそのマークをですね、このマークを入れようっていうので、それをまず一つ決めてしまう。どこに入れるかというのはまだ全然わからないですけども、その後にですね、やり方としては、私どものホームページにあります、お客様の声っていうのがあるんですね。たくさんあります。もうほんと何十じゃないですね、何百単位であると思うんですけども、その中からですね、たくさんほんとあるんで、ロゴも入れたような、マフラータオルもたくさん出てます。ですから、配置とかをですね、その辺を参考にしてですね、やるんですよ。で、色をこう、例えば3色使ってるやつ、2色使ってるやつ、単色のやつ、いろんなデザインが出てますので、その辺の中で自分に、このデザインいいなっていうのを参考にですね、全く同じの作ってもしゃあないですから、その自分の入れたいデザインのロゴを入れて、あとはその参考にいろんなものを組み合わせてやる。こうやることによってですね、作れると思うんですよね。何にもないとこから、生み出すのはデザイナーの仕事なんですけども、我々みたいな素人は全然そんなできませんのでね、やっぱ参考になるような、ものが、見本になるようなものがあれば一番いいっていうことで、お客様の声、あそこに出てるお客様の声の商品っていうのは全部、載せていただいて結構ですって言われてるものばっかりですので、何もその全く同じ作ることはダメですけども、自分のロゴを入れていろんなものを組み合わせて参考に作る。これはいいと思うんでですね、ぜひ一度ですね、その辺を参考にしてですね、デザイン考えてみてください。よろしくお願いいたします。